今んとこちょっと無駄なものを思いついてて、まあ、何個か発表してもいいですか。はい、ちょっとお互い発表しましょう。はい、一つは1万円分の、モバゲーのカード。うわモバゲーとかもねえモバゲーな、まあ、これはさすがにこの時代大半の人は無駄だと思ってくれるはず。さすがにいらなすぎる。あともう一個思ったのは買いに行くまでの移動をタクシーで行って、で帰りちょうど5000円分で行って5000円分でタクシーで帰ってきて何も買えないっていう。いやーなぜタクシーで移動するっていう有意義な有意義が普通に考えたらタクシー移動がもう有意義ではそうかなあるでしょ。結果その向こうに何かがなかったら無駄じゃない。タクシーで1万円ドライブするだけだよ。でも無駄、それ無駄遣いとは限らんくね。無駄じゃない結構無駄かだって東京に今から新幹線で行って帰ってきたら無駄じゃない。5000円ってでも結構いけるよ。そう結構いける。玄関は岡崎市内で5000円使えるわ。まあね、そうだから買いに行った挙句買えずに帰ってくるっていう。あーなるほどね。今思ってんのはそこかな。俺はなんかカードゲームのパックをもうクソ種類あると思うんだけど、うん、もう1パックだけ買って全ての種類を何もできないっていう。なるほどね。もうクソ、まあ、その好きなカードのゲームはあると思うけど、うん、もう全然興味ないカードのゲームを1パックだけ買って、まあ、揃えて、うん、何もデッキ作れないっていうね。何もデッキ作れずにもうただただ5パック、なるほどね、5枚1パックだけが残ってゴミっていう、うん、唯一怖いのはパッケージのモンスターが出てしまった時の高揚感だよね。そう、それはね、それは嬉しい。さすがにいくら興味ないといえど1万円分パック買ったらまあ当たるよ。あとはそれ無駄じゃね結果まあまあ高揚感ちょっとあっちゃうね。融合モンスターだったら無駄で実用的な話なのこれ。まあでもカード自体に実際高揚感が生まれちゃうからな。そうかなそれモバゲーのカード買ってさらにガチャ引くみたいな感じだよね。実際のモバゲーのカードってあるんですよ。へえ。あとグリランドとかね。知らないもんそれ俺も。えマジでグリーの超王道ゲーム。グリーやってなかったか。それゲームやってなかった。あら携帯ゲームもまああと普通に無難に全然知らん今始めたゲームに課金しまくるとかね。そう将来的に無駄じゃなくなるくつで。まあゲームやるならだけどね、うん、やる可能性があるとすればまあモバゲーもねちょっとチームで一発1万って思うとちょっとねインパクト薄いかなって感じなんだよね。うん、タクシー移動もなぁ、暑いっちゃ暑いけどなぁ。なんかもう何も残らんのしょうくない。何も残んないっていう無駄さ、物が残ってしまうイコール無駄じゃないんじゃないかっていう、まあ、なんだろうな、もう人それぞれすぎるこれは。でもカードだったらモバゲーの方が多分無駄じゃない。まあ確実にっていう感じ。ちょっと無駄じゃないところを見出しちゃう。臭いものと消臭のものを同時に買うみたいな、どっちも意味ないっていう。意味ないかな。そういう系のなんか掛け合わせでプラマイゼロにするっていう。そういう系、そういう系ちょっとむずくない。なんか無駄さかけない。無駄ではないくね。消臭働いちゃってるわけだから。でももうなんかまあ消臭って言ったらあれだけど、臭くするためのものを買って、臭くなくさせるためのものを買うっていう、両方なくていいやんっていう。相殺させるやつ。そうそう、相殺系もおしゃれかなと思ったのよ。おしゃれさはちょっと分からんねまあ今言った中にもしかしたら買うやつがあるかもしれないんで、とりあえず行ってみますか。はい。